ああ、いいんじゃない いいんじゃないっていうか。どうも皆様こんばんは、セゴリの三世でございます。さあ、今日の動画はこちらですよ。サウンドピースのエアースリープロです。こちらはですね、値段が6000円ぐらいで、アプト X アダプティブも使えたりとか、VGP アワード2022ダブル受賞しているなどなどですね、非常に良さげなものでございます。アプリとかには対応してないっぽいんですけれども、果たしてこれがどれくらいイケてるものなのか、久々のサウンドピースですけれども、一体どんな感じに仕上がっているのか、これから一緒に確認していきたいと思います。というわけで、行ってきましょう。はい、というわけでこちらがサウンドピーツエアースリープロです。開けていきましょう。たらー、おー、いいね、このチープ感。箱がめちゃくちゃ安っぽいです。値段安いものはね、もう可能な限りコストカットしていく素晴らしい姿勢だと思います。じゃあ開けていくと、パラーン、おー、ホワホワがあるわ。で、この下が、ちょ、取れないな。なんだこの人を拒むホワホワは。あー、ちょっと取って、おー、早くももう本体で出ちゃったけど、他に入ってたのはエアースリープロ、短めの USB-C のケーブル、イヤーピースは本体合わせると3サイズ入ってるみたい。ほんでこちらが本体になるわけです。こんな感じ、真っ黒いケースになっています。パッと見 AirPods Pro っぽいけれども、大きさが全然違いますね。非常に小ぶりなものになっているわけですよ。パカッと開けるとこんな風になっているという。作り自体ですね、箱とかはすごい安っぽかったけど、このケース自体は非常にしっかりしているものです。パカ開ければですね、バッテリー残量もですね、何個もついてわかるっていうよりは色でわかるっていうタイプなのかな。 LR と書かれてるので、どっちかわかるようになっている。イヤホン本体はこんな感じ、縦長タイプですね。内側もこんな風になっていて、イヤーピースもちろん交換できるような仕様になっています。このあたりですかね、ポチポチ触ってタッチセンサー的な感じで使用していく。そしてサウンドピーツの S のマークが入っています。冒頭でも言いました、こちらの商品は VGP アワード2022において金賞とコスパ大賞をダブル受賞しています。他にもノイズキャンセリングとか Bluetooth 5.2 通話時のノイズキャンセリングもありますし、低遅延ゲームモードもあります。この値段にもかかわらず、ノイズキャンセリングは最大35ノイズを操作しますという風にビシッと書かれています。他にも 12mm のダイナミックドライバーや左右独立受信方式も使っているので、片耳でも楽しめますよ。もちろん外音取り込みモードもあるので、イヤホンを外さなくても OK。 イヤホンも 4.5g とめっちゃ軽い設計になっていると。この音が本物なのか、これからビシッと確認していきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。縦長ですね。そんなに安っぽさはないかな。黒っていいですよね。パッと見そんな変な感じに見えないし、あと、そんなに匂いもしないです、これは。なんか不思議ですけどね。箱がちっちゃいとね、そんなにガツッとした匂いはしないですけどね。ただね、アプリがないんで、これは、説明書を読みながらですね、ポチポチ押していく必要があります。操作方法としてですね、いろいろ書いてあって、音声アシスタントですよね、Siri とか Google とかそういったものは、右側のイヤホンのタッチボタン、こっちをですね、素早く3回。あとはゲーミングモードですね、左側のイヤホンタッチ、こっちの部分を3回押すとか、これは分かりやすくていいんじゃないでしょうか。さあ、コスパ王になれるのかどうか、実際に音聞いていきましょうかね。あ、いいんじゃない？いいんじゃないっていうか、これでもかっていうぐらい、ドンシャリ感ですよね。それを出しているもの。だけど、ポコポコポコとか、中域がやたら前に出るっていうんじゃなくて、結構深めの音が出るんで、迫力は十分感じることができます。だいぶ良くなったね。昔はもっとポコポコってした音が聞こえたりとか、サーっていうノイズが聞こえてたりとかしたんですけれども、音はかなり深いしね、そんなにね、気になることはないかなって思いますね。確かに
コスパはいいと思う。コスパ王と言ってもいいんじゃないかなっていう。あ、でもちょっと反応しちゃうな。結構タッチセンサーが敏感だからね。今みたいに一瞬外すだけでもちょっと音が鳴っちゃったりとかするっていう、まあ欠点はあるけど、音的にはね、全然問題ないですよ。EDM ね、今確認しましたけれども、それでも十分迫力があって、かっこいい音にね、仕上がってると思います。でもあれか、若干声とか聞くと遠くに感じるかな。ちょっとこう、エコー感っていうか、もうちょっとこうグッと前に来てる感じっていうのがもうちょっと欲しかったかな。あと音がちょっと狭いかな。この辺からこういう風に前に聞こえるんですけど、もうちょっと後ろ側から聞こえてもいいかなとは思いますけどね。音自体の作りはね、非常にこの価格とは思えないぐらいすごくよくできてるんだけれども、もう一歩二歩あると嬉しいなっていうところがですね、もうちょい見え隠れできるように、てか見え隠れするようになったかなっていう感じではあるね。はい、というわけで今工事現場の音を直接マックから流しています。今はね、つけてる段階で外しても結構うるさいなっていうところなんですが、左側ですね。お、聞く。今までってさ、ノイズキャンセリングオンってなったらさ、こうスーって聞いていくものが多いじゃないですか。でもこれね、ノイズキャンセリングオンって言った瞬間にフッて入るね。っていうこのスピード感、それすごくいいんじゃない。かなり効いてるわこれ。あ、効いてる。中低域はがっつりカットだね。でもなんか深層ギューってくるような、そういう強さじゃないから不思議だ。でもかなりカットしてくれてる。これはちょっとこの状態で喋ってみるか。そしたら、はい、というわけでこちらが Air3 Pro の音声ですよ。今工事現場の音がバンバン流れてる状態で喋ってますけど、どうでしょうか。こんな感じでですね、ノイズキャンセリングしてるらしいんで、皆さんのところには届けやすい、聞こえやすい声になってるんじゃないかなっていうふうには思います。これがですね、サウンドピース Air3 Pro 一ちゃん新しいものの音声ですよ。あとなんかノイズキャンセリングオンした状態で音再生させると声が一気に近くなるね。かなり音の質が変わっちゃうかな。ノーマルモードと、まあ、ノイズキャンセリングモードそれぞれですよね。あとはゲームのチェーンモードによって音の質っていうのは結構変わってくる。まあこれはしょうがないんですけどね。あとです、外部取り込みですね。こちらはまあ自然じゃないかな。広域だけだね。広域だけはかなり入るような仕様になっています。会話をするとかそういう分には全く問題はないかなと思いますけれども、すごい自然かっつうとそうではない。ほんと広域だわ。中域がね入らないんで、ちょっと不自然な、変な感じ。すごくまあ入ってますよっていうか、喋れてますよっていう感じにはなるかなとは思いますけどね。ゲーミングモード、低遅延モードですね。左側を素早く3回タップする。 1,2,3 はい、ゲーミングモードになりました。ちょっと何回か叩かなきゃいけないってちょっとめんどくさいですけどね。低遅延モードは全く問題ないと思いますよ。明らかに口と動きが遅れてるとかそういうところもなくなるんで、まあ、音ゲーとかやるのはちょっと厳しいかなっていうところであるけど、映像を見る、 Netflix を見るとか YouTube を見るとか、それぐらいだったら全然問題なく楽しめるんじゃないかなっていうふうには思いますね。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はサウンドピーツ Air3 Pro ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、音は全く問題ないですよ。ノーマルモードね、あくまでノーマルモードで聞けば非常に低域も深いし、高域もですね、キーキーすることはない、可能な限りですね、自然に聞くことができるんじゃないかなっていうふうには思います。外音取り込みもありますし、ノイズキャンセリングもですね、がっつりカットしてくれます。この値段でここまでカットしてくれるのはまあないんで、ノイズキャンセリングも搭載し、アプリはそんな使わないですよっていう人からすればすごい求められてるものじゃないかなっていうふうに思いますね。あと今回はね、まあ、iPhone でテストしましたけれども、他にもですね、こういった DAP とか Android、 そういったもので聞いても AptX Adaptive もいけるんでね。ケースは非常に簡素なものだったけれども、こちらですね、本体そのものは非常にしっかりしているものだったし、すげー開けながらワクワクするかつと決してそうではなかったけれども、まずのですね、こう楽しいかなって思わせてくれる限界の仕様だったかなとは思いますね。アプリはないですけど、タッチセンサー使えばですね、ポンポンと操作することもできるので、一通りのことはまあ問題なくできるんじゃないかなと思います。それであとは残念なところを言っていくと、外音取り込みは不自然っていうか、しょうがないよね。6000円7000円ぐらいでもう完璧なものを作るなんてまず無理なんで、究極の外部取り込み
するものは骨伝導になっちゃうんで、あれが完璧ですけれども、まあでも喋れないことはないかなっていうところかな。あとは音が狭いかな。狭いっていうか、まあ正確にはまあこういう風な円でね、僕の横からこう前は聞こえるんで、もうちょっと後方まで聞こえるといいかなとは思いますね。あとはノイズキャンセリングとか低遅延モードとかにすると音質がぐっと落ちてしまう。これはもうしょうがないんで、だからこそ他のメーカーではノイズキャンセリングと外音取り込みあえて入れないっていうところもあるぐらい、やっぱ音質っていうのはぐっと下がってしまう。ボーカルだけがやたら前に出るようになるって、ちょっと不自然な聞こえ方にはなるかなと思いますね。あ、でもそんなもんかな。すごくコスパはいいと思いますよ。いろんなものはもうしょうがないんだっていう風にちょっと割り切ってしまえば、ここまでノイズキャンセリング聞かせてくれるっていうのもまあないし、それでもですね、普通に初めてですよ。まああんまりお金かけらんないんだけど、可能な限り搭載されてるものが欲しいっていう場合にはですね、非常におすすめできる一本かなと思いますね。なるほど、ダブル受賞する理由は非常に分かった。とっても楽しいものでした。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。続くのもまた明日。 Ciao.